グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。暴走対策ウッドデッキ工事、雑草がなくなり快適なドッグランが完成。駐車スペースの後ろには既存の水道がありました。土のままでは雨が降ると足元が悪く汚れてしまいます。ご希望に合わせたウッドデッキにするため全て取り替えることにしました。ウッドデッキ周りに空いた空き地もこの通り雑草がびっしり生えています。ウッドデッキと目隠しフェンスは同じ材種で作りました。カースペース裏の土の部分は雨が降った時にドロドロにならないようコンクリートで固めます。新しいポストの独立ユニットにインターホンをつなげます。ポストの後ろに新しい木を植えて雰囲気に合わせてデザインをしました。今流行りのビーチクルーザーを4台止められるスペースです。グリーンパトロール社長のカリアです。私が親切丁寧にアドバイスいたしますのでお気軽にご連絡ください。フリーダイヤル 0120-041-301 です。お電話お待ちしております。